ギュー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 みたいな。はい、おはようございます。おはようございます。昨日ですね、友達にこの迷彩服をもらいまして、頑張っていきたいと思います。魚柄、はい、そうですね、はい、これはアロハシャツらしいんですけど、うん、はい、気を入れて帽子もです。はい、今日はです、話まとまらない、はい、今日はですね、この今絶賛発売中の大人気のこれですね、はい、なんかだんだん私も好きになってきて、はい、これを植えてですね、この荒々しさの表現をなんかしたいなということで、鉢をですね、こう組み合わせてなんかこうやってみたいな。なるほど、でこのここら辺の模様をですね、なんか生かして、うん、枝だとか根だとかグーっていう感じのやつをちょっとやってみたいなと思って、ちょっと素材だけ用意しました、はい、ちょっとやりながら考えますので、こうご期待。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと鉢の準備を先しますね。鉢がこれあれですね、僕が作った。そうなんですよ。ヘドラ出っ鉢ですね。キモカワっていうんですよね、うん。これはあれですね、初期の頃作ったやつなんで、うん、ここ僕が金継ぎしたのと、はいはい、あとこれさっき持ってくるとき折れました。骨折しちゃったんですね。骨折しました、はい、まあくっつけてもいいんですけど、まあこれだけあるんで、はい、で本当はね、こういう浅い鉢にこうやりたかったんですけど入らないんで、うん、あ、まあこれでもいいですけど、サイズ的にはね、ね、まあちょっとだから、スペース空きますけど、これなんかでもあれかな、中にあんのかな、こっちの方がいいですかね。こっちからこう目がこっち行っても、はいはいはい、ね、ヘドラにも流れがあるということで、こっちの方にこうセッティングして、鉢はどっちがいいかな、赤っぽい方が面白いですかね。この色が合わない方がいいですもんね、こっちよりもね。これね、本当にね、これ水色でね、海からこうドゥヤーって上がってくるイメージしたかったんですよ。そうそうそう、でグワーってこうそういうイメージだったんですけど、ちょっとちっちゃくて入らないんで、はい、こんな感じでまず鉢のセッティングをちょっとしてみたいと思います、はい、この鉢とこの鉢もくっつけなきゃいけないですし、ここから木も固定しなきゃいけないんで、そこら辺をどういうふうにするか。なるほど、はい、というあまりないケースですけどね。そうですね、これみたいなことで、まあまあまあ、あまりやるケースないかもしれないですけど、ちょっと考えながら、はい、まあ、こういう自由度の高いのも、そうそうそう、お遊びでね、うん、いいんじゃないか。だからこういうのもほらど真ん中にやるんじゃなくて、ちょっとこの辺にも持ってきて、はい、値上がりのね、本当はね、色の、白い、なんだろう、キハギとか、うんうん、イボタだとか、ああ白っぽいような根のものがこう上がってくると面白いかなと思ったんですけど、根っこがね、うわー、そうそう、それとちょっとこのね、つるそばっていう、これはこういうふうにうわーってなりたいと、そうあふれるような、そう、これはあの当時園の土間の前から引っこ抜いてきました、はい、ちょっとこんなやつをやって、はい、ちょっと創作盆栽を今日はやってみたいと思います、はい、お願いします、はい、そしたらまずこれに、網を止めて、これとこれを固定するっていうことですね、はい、まあ、足もね、取れちゃったからかもしれないけど、うん、ガタついてるんですよ。ああ、なるほど。まあ、だからその辺もね、こういう使い方をしてくれると、あ、そうですね、ありがたい。再生利用、そう、売り物にもできないなと思ってたから、うんうんうん、うん、だからね、こういうところに埋もれちゃうから余計 ね、 いい、最近のやつは全部合わせてちゃんと、ね、はいはい、勉強して修正してだんだん良くなってるはずです、ね、いやいや、すごいですよ。どん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 完成度が高くなってきて、だからこれ辺もあれじゃないですか、どれぐらいの細さだとね、そうとか、どういうふうに止めた方が、最近まで折れたのはないんで、ね、だんだんそこら辺の完成度が高くなってくるんじゃないですかね。これはこれで一回網を止めます、はい、かなりマニアックな動画ですね。そうそう、ね、ヒルマさんには申し訳ないけど、いえいえいえ、伸びないかもしれないですね。あ、全然だからもしヘドラを買って足がタルタルどうするかっていう動画ですめちゃくちゃピンポイント、めちゃくちゃピンポイントの、うん、すごい針金だらけになりましたね。針金だらけになって、これは木を固定する、木、うん、固定するよ。木とかあれですね、先ほどのつるそば、うん、こっちは鉢を固定する用の、どっちが、これとこれは、柱が鉢、うん、というふうに思ってます。どうやって固定するんですか。そうなんですよ、今あんまりやんないんでね。ヘドラの方にも、そう、ちょっと置いた方がいいのか。そう、ヘドラをここで固定しといて、なおかつその針金を使って木も固定するという、うん、なかなか難しいですね、これ。よし、で、もう一本足が取れそう無理してると、
また取れた、ほら取れちゃってやっぱ取れちゃったやっぱり取れちゃったそう、繋いでたと思ったよね金継ぎしてたところ金継ぎしたところがまた取れてしまいました言ってたそばから取れちゃったじゃあ悲しいですねそうですね、こういうことがあって蜂も成長していくんですねどういうことですか蜂も成長する9さんの蜂作りが成長していくのかあほら、しっかり固定されましたはいバッチリもうこの折れたのも、うん、折れたよってここに置いとくのもいいかもしれないそう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 ですよね飾りとしてね、うん、風化して、うん、今回言ってなかったような気もするけど、うんうん上からかぶせていくんですよね、根っこを。ああ、はい。長寿梅は上から根がこう出てくるようなイメージなんですよ。はい、で、つるそばは周りにこう植えて、そこからこう、まあ、さっていうかね、うん、出てくるような感じなんで。なんかちょっと、うん、風化しましたっていう情景を。そうそうそう。イメージできたらなっていう。そう。だから、多少こう割れてても。はいはい、そうですね。いいのかなって。そう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 。だから、ね、足が割れたヘドラでもこうなるよっていうのを見せてくれる、ね、ということをね、やってちょっと、盆景の方なのああ、そうです、なんなんですかね、はい、ああ、いいんじゃないですかねさあ、問題は、どれをつけるかこれ、言ったらすごいんですけどね、うん、これ無理かなめちゃくちゃあれですね、自然盆栽やられてますか自然盆栽これ、むしろでかいかな、これでかすぎるああ、でも入ったらすごいですね、うん、あの盆栽祭り、去年一昨年の盆栽祭りで、はい、X のお仲間の方が出したやつで、はい、で、初日ね、もう物がなくなっちゃったんで2日目取り行ってああ、その時に買った木そうそうそう、それですぐこれいい木だな、これこれ良かったですよね、うん、全部いいですね、ここの長寿梅面白いですよね、みんな、うん、だからこれやっぱりあのまっすぐな木もあるんですけどヘドラなんでちょっと変わってる方がそうですね、うん、面白いかなってもうこれサムネだけを狙った動画ですよね映えそうですか映えますかね分かんないだけどあのカンちゃんのあれ良かったんですよねあれは良かったっすねあれは本当にぴったりあってちょっとため息出ちゃいますもん、うん、それに触発されて、池沼さんもちょっと そうそうそうやろうかなみたいな、うん、とかね、ヘドラが可愛くなってきた最近そうでしょ、うん、最初、こんなのってやっぱり思うじゃないですか、うん、合わないよ盆栽にはってちょっとね可愛くなってきたんですよね植えたの見るとみんな合ってますよね今のところああそう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 これ立派だなそれ立派ですね、うん、あこれもかっこいいですね、うん、パッと見その2つのどっちかかなとどっちかにしましょうか、うん、これをやめてそうですねそしたらとりあえず見て見てちょっと一回水でダーンと洗います今度手入れ入ってますね大丈夫手入れ入っちゃったちょっと崩してみましょうかダメならこっちにしましょう、はい、ではいずれにしても根がたくさんないと、うん、このお遊びができないんではい、はい、これはもう下置いちゃってまあ長寿梅もね植え替えは今の時期いいんではい、はい、6月後半ですね今日は30日30日ですね、はい、言ってくださいっていう人いるんですよねそう未だにコメント来る来るんですね、うん住んでるところによって違いますよとそうですね木の状態によっても違いますよとそう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 いうことですそういうことです、ね、だからあえては入れていませんうんはいはい、はい、毎回言わないと毎回言わないとねまだコメント来ちゃう根がそんなにないかな細かい根かなそうですねあーでもちょっと弱いですね弱い弱いちょっとこれは根があんまりこれ自体をねこう這わせるんだらいいんですけどちょっとこっちやってみましょうかこっちも根があるかな、はい、心配になってきた根かなあれそれもダメそうダメかなもっとこうぐる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 とぐろ巻くような根が期待してるんですよねこういう根がね、うん、期待するじゃないですかあ、そうですねあこれはあれかもしれない根頭がん種病かもしれない、うん、これねうん。うんこれにしましょうかちょっとね、ただあれですねいわゆる根頭がん種病みたいなのがいっぱいありますまあ消毒はした方が良さそうですねじゃあハサミとかもそうなんですよねでは消毒と、はい、消毒ですね邁進系邁進系ですね人邁進人邁進プレクト邁進と
なんか測ってるようですけど、はい、何が分かってないか。大体あの250倍から500倍です。だから 5ml なら 100ml の水を。はい。そんな感じです。ざっくりで。はいはい。で 100だけ。100だけ。100ってちょっとですよ。100ってちょっとですね。絶対100以上入ってます。200で250だから。大体。あ、そっか。大体。この辺のコブをですね、取ってきますんで、はい、このハサミ使おうかな。はい。はい。はい。チョキ。コブを取って消毒。そうですね。あの、根も消毒だし、ハサミも消毒だしと。はい。はい。うわ、なんかいっぱいくっついてるわ。どうなんですかね。本当に悪いんですかね。って言われてるんですけど。うん、だから栄養、よくわかんないですよね。ね、じゃがいもみたいな。だから枯れる、枯れやすくなるってこと感じですよね。なんかっていうことですよね。本当、眼種病だから何なんだっていうね。そこがまだよく分かってないですね。よく分かってないですね。でもちゃんと治療しとけば、消毒しとけば、しといた方がいいでしょうね。広がらなくて済むから、うんうん、安心みたいな感じですかね。うんうん、例えば根が伸びずにそこで止まっちゃうとかね、うんうんうん、その先端にくっつくから、はい、そういう意味では根が伸びないから良くないとか、そのダメな理由がちゃんとね、何なのっていうのが分かってないっていう、ね、はい、詳しくは、君のミニ盆栽ビデオ、盆栽ビデオでご覧ください。ご覧ください。多分載ってますんで。多分載ってます。はい。はい、とりあえず取りましたんで、こういうものがついてました。はい、ということなんで、これをつけて、いやー、あとハサミもですね、ちょっと水が足んないか、うん、どのぐらいつけてたらいいんですかね。だからちょっと書いてある。あ、そうですね、書いてないですか。飲めません。飲めません。うん、帰着と使用時期、使用時期何時間とか書いてないですね。ちょっとつけておきました。ちょっと水ちょっと増やそう。はい、ご飯食べました。ご飯食べました。お腹いっぱいです。はい。これね、ちょっと今やったんですけど、固定するために遊んでる針金を、遊んでる針金というか、これ縛って、よりしっかりと。ちょっと緩みがあるやつを。そう、こういうことで。うん、こういうこともできます。ね、こういうこともできますということですね。はい。そうだ。1時間つけといた。はい。はい、そうですね。はい。これを、表面はここかな、この辺かな。こういう根を使って、はい、ぐーっと下ろしていくと。ちょっと短いんですけどね、とりあえずやってみたいと思います。はい。はい、まず入るかどうな。もうギリギリですね。あ、え、ギリギリだな。お、あれ。せっかくつけていたのに。じゃあちょっと、ちょっと。ミニ、ちょっとバイクの話です。あ、そうだ。忘れてました。入んないと話にならないですね、そもそもね。そうですね。うわ、やばい。やばい、やばい、やばい。根と根がぶつかっちゃうんで、ちょっと寄せます。寄せる。あ、この根とね、この根とこの根がぶつかっちゃって、鉢に、あ、お互いを寄せる。そう、寄せますね。これもあんまりやんないですよね。うん、忘れたら大変。そう、これあれが入んないですね。はい。あのあれが、つるそば。つるそば。つるそばは減らないかもしれない。二十鉢。いいですかね、こんな感じで。回収したい。言いっぱなしみたいな。なんか島倉彫刻でしたっけ。わからない。わかんないですかね、はい。ちょっとそこだけ根が出てると。ここはね、うん、これだけ根が出ました。いいじゃないですか、ね。その曲もいいですね。曲がね、ギャーっていう、うん。ちょっともっと細い根がね、いっぱい出ると思ったんですけど、うん、意外と出なかったんで。なんかこのキュッキュがじゃあ、うるさいな。土入れの大変そうですね。そうですね。土とね、問題はつるそばが入るかどうか。
そば1個でもいいか。そうですね、あんまりいらない気はしますね。ね、中そばも目を丸めて入れちゃう。大きい声が聞こえましたけど、どうしました？またかけました、足が。ちょっとなんかマイナスのモーションになってません？ああ、またかけた。またかけたじゃないですよ。ああ、またかけました。やばい、動画非公開にしようかな。非公開だね、これね。いや、もう大丈夫です。どんだけかけても大丈夫な。それ言ったら、言った部分やらないと。いや、そういう動画だからね。そういう動画じゃないですよ。そういう動画じゃない。あの、ほら、かけたヘドラバチをどうするかっていう。そういうことですね。今日、かけたのが、うん、2箇所ありますからね。そうですね。やりながらかけたってやつですね。やりながらかけたのが2箇所あります。2箇所ありますね、うん。やりながらかけても平気っていう。もうめちゃくちゃだ。かけるんだ。なんか、旧鉢はかけやすいみたいな。あ、なっちゃうか。なっちゃうんじゃないですか。やばいか。そんなことないですよね。ん？なんかいい感じになってますよ。わかんないけど。ここはまだあんまり分かってない。分かってないです。なんとなくやりたいことは。まだ土入れてないですよね。まだ入れてないですね。うん、もうこれで土入れれば完成ですね。完成。はい。あんまり強くやるとな。かける。あんまり力入れてやるとね。かけるからね。足に負担がかかるんで。そうなんですね。かけちゃうかもしれない。じゃあ配置が決まったということで。はい、配置が決まったということで。まだ長寿梅に土が入ってないですね。うん、はい。土を入れていきます。はい。で、こぼれても大丈夫です。こぼれても下にね、下に受けがあるんで。いや、なんかすごいことになってる。おもろいですよね。すごいですよね。結構今通販始まって、はい、買った人が、何植えようとやっぱみんな考えてるんですよ。あ、なるほど。だから一つの提案になるので。確かに、そうですね。こういうのもありだよっていうね。うん、今のやつはもっとね、足が丈夫ですから。もしかして顔映っちゃってますよ、そっち。映ってますよ。あれ、最後に見せようと思って。うん、あ、じゃあちょっと引いときます。ちょっと、ええ、ぼかして。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 うわ、めっちゃいい。ここから見える。顔見えちゃったけど。なんかね。苔置いたら顔見えないもんね。ちょっと土が多すぎたの。多すぎた。なんかデイアフタートモロー、うん、とか竜の女神がこう埋まっちゃってる、うんうんうん、分かりますこれ、うん、そんな感じの、うん、続いてはコケハリです。あ、こんにちは。こんにちは。コケハリです。ひまさんの想像に近づいてますか？近づいてますね。ついになんか芸術の世界に足を踏み入れた感じがちょっとするんですけど。創作物ですからね。創作物ですよね。そうそうそう、やっぱりね、アートってそういうことなのかもしれない。そう、うん、まあ何でもいいんですよね、その人がいいと思えば。そうなんですよ。それに共感する人が生まれた時もうそれはアートなのかもしれない。そうそうそう、見た人が評価すればアートなんです。そうです。我々がアートをことを考えてる時、アートもまた我々のことを考えてるのかもしれない。すごいですね。そうそうそう。そう、動画になるのかな。ちょっと怪しいとこです。怪しいですね。こういうこと言うとね、と大丈夫ですか？本当マジレスしてくる人がいると。はい。浜野会長から何やってるんだ。見られるとちょっと緊張するんですけど。面白いやん。YouTube の人たちはみんな見てんだよ、そういうところも。そうなんですよね、こういう。自分の気持ちの、はい、映らしてるから。そうなんですね。いいです。ちょっと、とりあえず行く、あれを。やってみましょう。これを終わらせましょう。人形を出しました。果たして、どうなるのか。ちょっと、後にしましょう。後にしましょう。はい、一回。でもいい、面白いのができますじゃんね、これ。ね、なんかこう、思わず浜野会長が笑っちゃうっていう。何やってんのよって。何やってんのですよね。何やってんの。こんな名門の盆栽。そう、名門の盆栽。何やってんの。何年来てんですかっていう。そうですね。懐の大きさがね、分かりますよね、当時の。当時のね。うん、苔を落ち着かせて。
完成です。完成です。はい、あのだいたいイメージしたことはできました。素晴らしいですよ。本当はね、これあの水色の海から、はい、うわーって上がってきて、ジャーって感じを出したかったんですけど、うん、そう。で、こういう細い根が本当はね、長寿梅からいっぱい出てくるといいんですけど、うんうん、でちょうどこのだからこの垂れてる感じが、そのこう隙間にこう入っていくといいなっていうのがイメージなんですよね。はい、そうそう。で、根が足りなかったんで、このつるそばを借りてきまして、ちょっと今つるそばがね一緒に入っちゃってるんで、はい、ちょっとあの長寿梅は傷む可能性もあるんですけど、つるそば強いんでね、うん、まあそこら辺は共存という共存共栄ですよね。そう、割れた触手の部分をここから出して、出してきて食って、また食って、またこうせり上がってるよ、ね。全然映ってないですよね。一人で映ってる。ギューギューギューみたいな。よくわかんない。よくわかんない。ダメだ、うん、ちょっと乗ってきちゃったね。水面から出てくる。水面から出てきて、だけどこれも森の中を女性がこう歩いてたら、そう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 、あの 木がこううわーって上がってくるみたいな。ああそう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 、で下からこれがこう土の中からこう出てくるみたいな、出てくる感じはイメージにはなってますよ、でこのまだおばちゃんが怖いですよね、またね、女性がね、女性が怖い、これはそう。でこれ侵食して食って切ってるんですね。お互いこうなんかこのねヘドラが食ってんですよね、こうね、ぐわっと、ね、出てきちゃったんですよね。こういう自然のね、楽しいですよね、こういうね、素晴らしいですよね、お遊びがいいじゃないですか。これが芸術なんじゃないですか。そう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 、本当にこれ折れてなきゃこれできないですもん、これね。そうそうそう、うん、もしだからね、万が一ヘドラバチ買ってね、足が折れちゃっても、こういうお遊びができる、こういうこともできる、こういうこともできるっていうね、いうことです、うん、で、ヒルマさん、素晴らしいそのキューバチへの理解度理解度、うん、もう好きになりました。そう、だからこういうことなんですよ、こういうことやりたいと思って。ああ、そう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 、それはやっぱ自然界でうわーって、うわーこればっかりうわーってうわーってやつなんで最後おかしくなってる。最後、やっぱりヒルマさんおかしいおかしいってなっちゃうか、なっちゃうね。いやでもね、はいはい、素晴らしいです。盆景、盆景っていうかこう、うん、想像の、そうですね、新しい盆栽の扉開けたなっていう、開けたなってね、うん、私は浜野会長が何やってんのって笑ったぐらいがちょっとね、ちょっとニヤッとしてね、ちょっと笑っていただいたのがちょうどなんかいいのかなっていう感じがしますよね、はい、満足、満足ですね、満足の結果、満足です。はい、僕も嬉しいです。あ、よかったですね、はい、はい、そんなキューバチが買えるのは盆栽キストアですので、ストアですので、はい、ぜひお買い求めください。じゃあこれフェスで出しますか。じゃあフェスで、あでもな、もったいないですよね。もったいないな、僕が買いたいぐらいだな、だったら。まあこんなこともお遊びできますっていうことですよね。そう、でもすでにね、いっぱい買ってる方いらっしゃるんで、あ、はいはい、そういう方はぜひこういうのを作って、はい、ツイートとかしね、はい、インスタにアップしてくれたらと思う。そうですね、はい、嬉しいです。楽しんでいただければ。で、かんちゃんにも感想もらえますか。もらえますか。どうですか、こういう。すごい。どう、かんちゃん。どう。すごい。なんか、ヤーマン。ヤーマンって感じ。ヤーマン。ヤーマン。この、飛び出してくる感じすごくない。飛び出してくる、ね。地中からこうさ。ずわーっと上がってって、ずわーっ。あ、これいいじゃん。これいいよね。呪いの島だ。呪いの島。呪いの島。あ、それいいかもしれないですね。呪いの島。題名ができました。呪いの島。これが怖いもん。え、これ怖いよね。これ怖いよね。これ後ろでふーっと。いいよね。どうしたのって感じで。なんかあるじゃないですか。あ、なんか CM でありますよね。それなんか。え、ここ手が割れたのを刺してる。喜んでいただいて、そう、いや素晴らしい作品でした、はい、ということで、はい、完成、完成です、はい、はい、こんなことで楽しんでいただければと、チャンネル登録と、いいねボタンを、いいねボタンですね、お願いいたします。はい、Please subscribe、 何でしたっけ、And thumbs up、 thumbs up、 goodbye ありがとうございます、はい、ありがとうございます